セット2セットは 4.6 点しか取れませんでしたソビエトですが、このセットはようやく11対11と並ぶシーンもありました。現在は12対11、キューバ1点リードでサーブ権も持っています。スミルノーはレフトから、エリキスはネット幅いっぱいで使ってリンクを使ったらどうだ、アウトですね、ブロックがアウト、ブロックアウト、はい、ルイスのスパイク決定です。こういう厳しい時にね、ただ怖いんですよね、はい、もうどうしてもここにも出て点取るでしょう、ほら。そうですね、また2点差だった、また決まったか、決まりました、一番持っていって悪いところに持ってきましたね。そうですね、しかもターン打ちでやります。さあついにマッチポイント、実業の優勝決定戦と申し上げましたが意外な展開。さあスレート踏ん張れるか、インストブロックの体勢で押し込んだ、さあしかしチャンス、ルイスが打つようだ、アウト、今のはちょっと体勢崩れてましたね、はい、はい、まあルイスとしては本当に珍しい、まあ失敗ではないんですが体勢崩れてしまいました。さあここでテリエスが呼ばれています。ベテラン33歳のテリエス、昨日も第3セットの終盤だけ使われました。テリエス、オルツスに代わって起用されました、まあ、ゲームの終盤を締めようというヨルヘ監督、この人はセッターです。さあそのテリエスのトス、あブロック吸い込み、だからすごいね、あの大きなブロックに吸い込むっていうのは、はい、対空力の差ですね。あそうですか、はい、もういっぱい遅れてどんどんで、まだそれをなおかつ早いんですからね、はい、9番マッチポイント、またレシーブが乱れた、踏ん張れるかソビエト、もうワンチャンスあります。バックトスしたライトからの攻撃、うーん、これはキューバのワンタッチを誘いました、踏ん張りました。さあしかしここでエースのスミルノーワが後ろに下がってしまいます、まあ、バックアタックはあるんですがサーバーの位置でやります。サーブ権はソビエトです。十分に溜めていきます。はい、カルバハル、さあまたキューバのマッチポイント、3回目、今度はどうだ、過去2回はボールを取ったスベートですが3回目キューバマッチポイントでやります。うーん、ブロック吸い込み、キューバのブロックが早かったんですね、早かったんですか、はい、さあまたスベートがボールを取り返しました。オリジナルですね、はい、オリジナルのブロック、はい、現在ソビエトボールでやります。キューバがバックアタックを使います、おっと決まりました、あルイスがバックアタックも見せてくれました。もう本当に一人で何役もこなしますこのルイス、1m75cm、 21歳。さあ4回目のマッチポイント、ソビエト、いやキューバ、走り込んでの移動攻撃、ソビエト、さあチャンスはキューバ、センターからのブロックにかかりました、うん、僕がちょっと低かったですね。ああそうですか、ここでまたテリエスを下げましてオルティスを入れます。キューバメンバーチェンジ終わりました。またオルティスがコートに復帰でやります。何回もマッチポイントを逃して現在はソビエトサーブ権、ここでネット際のプレーは乱れたんですがホールディングがキューバにありました。ああ12点目がソビエトに入りました。また2点差でやります。サーバーはオフチンニコワ、アンダーハンドの高いとしネットを越えてしまった、ネット上の押し合い、しかしこれは高さが制します。高さ、うーん、カルバハル1m90cm、 ああ高い。さあそのカルバハルがボールを取ってマッチポイント5回目、キューバマッチポイント5回目、レシーブ乱れたソビエト打てません。さあチャンスはキューバ、どういう決着をつけるか、レフトからベルの攻撃、15対12、第3セットもキューバでやります。第1セット15対4、第2セット15対6、第3セット15対12、セットカウント3対0、意外な速さで決着がつきました。キューバセットカウント3対0、ソビエトを一周でやります。第3セット15対12です。まあ、意外な結果といいますか、まあ、意外なこの時間の速さですよね、問題は。はい、それで今ここにありますけども、この圧勝したキューバが、はい、今度大阪へ移動して、2戦にですね、はい、中国キューバというのがあるんですよね、またこれがもう決定戦になりますね、これ、はい、